角畑さんがこう考える冒険家探検家が43歳で死ぬケースがこうあるっていうことの解釈というか考えをちょっとお聞きしてもよろしいですか。はい、自分がその年齢を通り過ぎた身としてはやっぱり焦りだと思いますよね。ああ俺死ななかったなっても思いますよね。ああ思うんですか、うん、はい、死ぬとこまで行けなかったっていう悔しさみたいなのも、うん、ちょうどその時にあ俺この熊に殺されるんだって思った瞬間があったんですよ。ふっと目があって向こうがこう動き止めてシューシューとかって言いながら目があったんですよ数秒間で、ああ俺こいつに殺されるんだと思って、なんかでもそれもいいかもなってちょっと思ったんですよね、うん、思いついたらなんかそれは自分が今まで生きてきた履歴が経歴とかねその道筋があったからそういう衝動が思いつくわけだから、うん、それをやっていくことによって何か人間的に完成していくんじゃないかなっていうのがまあ僕の考え方です。違うお話もいくつかお聞きしたくて、はい、あと2つはお聞きしたくて、角畑さんが本の中でもこう冒険家探検家がこう43になると、はい、あの死ぬケースが多いっていうこと書かれていて、はいはいはい、ちょっとその話もちゃんとお聞きしたいなと思っていて、はい、角畑さんがこう考える冒険家探検家が43歳で死ぬケースがこうあるっていうことの、うん、あの、ま、解釈というか考えをちょっとお聞きしてもよろしいですか。自分がその年齢を通り結構前に通り過ぎた身としてはやっぱり焦りだと思いますよね。焦り、うん、いや特にそれはもう上村直美さんにすごく顕著だと思うんですけど、やっぱりこうグワーってスケールアップしていくわけですよ自分自身が、うん、40から、40前半ぐらいまでは体力もまあねそんな変わんないで強いままだし、経験がやっぱどん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 大きくなっていって、うん、できることがどんどん増えていくわけですよね、うん、だけど40過ぎて43、45ぐらいの時ってやっぱり体力的なもう伸びないなとかいろいろ肉体的な力が落ちて、うん、来始める時じゃないですかどうしても、はい、それ分かりますから、そうするとやっぱり先が見えちゃう時が来る、あとこれ何年できるんだろう、うん、やりたいわけですよ、うん、今までみたいに膨張してる自分を感じたい、だけどそれがもう終わったんだってふと気づく時があって、これこのまま行くとできなくなるなってその時気づくわけですよ、うん、でやっぱり何かして体を動かさないとこのままだと自分はダメになるっていう焦りがその時出てきて、何かちょっと行動に無理が出る。だから上村さんは末期で死にましたけど、あれ何で行ったのかよく分かんないですよね、うん、だ南極行きたかったんだけど南極の許可下りない、フォークランド紛争で、ね、うん、でまあ見通しつかないわけですよ南極は、うん、で南極やりたいのはやりたいで、冬の末期で行ったらまあなんか許可取りやすいとかっていうのがまあ表面的な理由としてあるんだけど、多分それよりもなんかやんないと自分がダメになるって焦りがあって、うん、それでなんかわざわざ冬の末期に行って死んじゃったんだと思うんですよね、うんうん、であれは僕は焦りだと思ってて、うん、で焦りがあの時期ってやっぱどうしても出てきて、うん、それ過ぎるとなんかね慣れてくるんですけど、うんうん、もう過去このままどうやって撤退していこうかなみたいな感じになってくからどうしても、うんうん、だその撤退が始まる、要するに下山し始めるときに頂上登って、ああ頂上着いた、降りた、降りるときに初めて下の風景見るじゃないですか、うん、で僕はやっぱり自分がそうなってるんだって初めて気づいたのは、なんかね年取ったら何しようかなとかって考えてるときがあったんですよね、うんうん、今までそんなこと考えたことなんか一回もなくて、うん、ああ俺なんか犬ぞり、例えばあなんか年取ったらやっぱり今みたいなことを冒険とかじゃなくてもやりたいから、やっぱなんかちょっと狩猟免許取ろうかなとか、うん、ちょうどそのこと考え始めたんですよね、うん、だからあれ俺なんで
老後のこと考えてるんだろうと思ってこれ何なんだろうと思って、これってなんか頂上に出た時に下界を見るのと同じ感覚なんじゃないかと思ったんですよ、うんうん、あこれがピークかと思って、うん、ピークに立ったら下は人はなんか下界を眺めるんだっていう感覚ですよね、うんうん、だそれはある種の焦りとかにもつながってて、自分がこうこのままだと下が見えたぞ、うんうん、じゃあどうする、うん、ってやっぱ考えたし、結構これってみんな考えるんじゃないのかなとかっていうのも思ったし、上村さんって多分そうだったんだなとかっていうのも思いましたよね、うんうん、あとはなんか今ちょうど僕43で、あそうなんですか、はい、見えました、下界、いや下界見えないっすね、見えないやじゃあ、 なんかあの幸せですね、いやいや多分僕はあの今は、まあ、起業っていう形で、はい、ベンチャーで冒険してるっていう、はい、まあどっちかっていうと体力っていうよりは弾力の方なんで、うんうん、その体力的ななんかこう負荷がガンガンかかって限界が見えるっていう、その場に身を置いてないっていうのはもちろんあると思ってるんですけど、その43でもう一個やっぱ全然違うな、特に40代前半から43、45になってくると違うなって思っているのが、うん、社会的役割をたくさん背負わされる、うん、つまり文人の形を、うんうん、なぜかまあ30後半から40ってそういう世代っていうか時期なのかもしれないんですけど、まあ父親としての役割、うん、夫としての役割、うん、地域としてのなんか役割、うん、職業人としての役割で、そこから例えば、まあ、僕だったらあの経営者としての、 あの役割で、その、うん、一つの会社を経営するっていうことだけじゃなくて、経営者の集まりの中でのなんか経営者の役割とか、要は役割がたくさん増えていく、だからなんかこれは結構僕危険だと思っていて、その桑田さんが書かれてたその内在と関係の話にかなり近いんですけど、なんか自分がやりたくてやってんのか、社会的責任としていつの間にかやってんのか、分からなくなる時があるんですね、うん。そういう時に僕結構足元救われるなと思っていて。だから僕はやっぱ、星野道夫さんすごい尊敬してるから、あの43で亡くなったっていうのは一つ象徴としてこう捉えてるんですけど、やっぱり星野さんも結婚されてお子様ができてとか、で、まあ普段はこうやらないような旅のスタイルも、うん、その年齢っていうのと、まあ、星野さんも注目されたっていうのも重なって、多分ああいう旅のスタイルになって事故が起きたっていうことだと思っていて、うん、なるほど、あ、それはあるかもしれないですね、うん、だからそこも体力的な部分とか妄想が膨らん でこれからあのどうするかって焦りの部分と、うん、いろんな文人を背負うっていう、そこもやっぱ40始めで今自分が実感してるところなんですよね。僕は全然背負ってないんですよ、ね、はい、はい、いやなので角畑さんに聞きたかったのは、その僕だ角畑さんの本読んでて、うん、43で死ぬんじゃないかなこの人はって思ってたんですけど、うんうんうん、そのご自身がこう振り返った時になぜ角畑さんは43で死ななかったのかっていう、いやだから、あ俺死ななかったなっても思いますよね。あ思うんですか、うん、はい、死ぬとこまで行けなかったっていう悔しさみたいなのもあって、うん、いやなんかちょっと思いますよ、死ぬ人すごいなってやっぱ、うんうん、まあそれは死に方もちろんただのねやっぱり不運だったりだとかもちろんそれはありますけれども、なんだろう、なんか死んでないなってのは思います。あ、うん、だそれは死ぬところまで行ってないんじゃないかっていう、不完全なんじゃないかっていう、なんだろう、変な負い目っていうか問いが出るんですか。ありますね、それだから結構それはみんな感じるんじゃないですかね、こういうこと言ってる人って。死んでない自分ってそこまで俺は自分を追い込んでないんじゃないかとか。まあ多分ご本人で当事者だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、僕
が死ぬ人と死なない人の差っていうのは、うん、やっぱ純度だと思ってて、まあ、それはなんとか自分がやってることに対しての狂気性っていうのか、これも絶対譲らないみたい な、うん、な誰が入ってこようが家族であろうが大切な人であろうが絶対譲らないみたいな、うん、そのまあ純度でもありこう誠実さでもあり、うん、そのもう極めて私的な行為を純粋高くやるっていうのはなんかこう、うん、なんか ここがある人は僕生き延びると思うんですけど、うん、年齢を重ねてきたりしてそこを手放したり薄くなっていくと、うん、まあ普段の生活でそういう危険はあんまりないから死ぬことはないけど、冒険探検をやってて自然の中に身を置いてやってる人はその純度が少しでもこう落ちたり鈍くなると死ぬっていうケースはすごいあるなと思ってて、それがさっき言ってたようなその社会的役割、文人が増えてって自分自身の純度が何だろう薄まった行為をやらざるを得ない時に足元救われるっていうのとちょっと近い、もうほぼ一緒だと思いますね、うん、本当は自分はやりたくない、うん、あるいは本来の自分のスタイルならやらないのに、うん、いろいろ打算的に考えてやってしまうっていうことが、うん、どんなに意志が強い人であってもやっぱ出てくると思ってて、うん、その時容赦ない感じで襲ってくるっていうのが、うん、やっぱ冒険探検だなと思うんですよね、うん、さっきのそれ、ねうん、でそれやっぱ僕はあのもう一個だから角畑さん本当純度が高いなっていう人と高いなっていうのと書くっていうことが真ん中にあるから、うん、なんか結局内面をずっと見てらっしゃるんで、うん、そこに嘘ついたりそこがこう純度薄れるっていうことを全くこう拒んでるっていうか、うん、まあそういうのにそもそも興味ないみたいなところが、うん、多分角畑さんがこういう冒険続けてても43っていうのを過ぎてもうまだやってるっていうことのなんか強さでもあり、うんまあ、欲求っていうのか、うん、そこが多分段違いなんだと思うんですよね、うん、なんか言葉を探してるってのはちょっとありますよね、うん、そのいろんな本とか読んでああそうだよねとか、まあ、納得できることってたくさんあるんだけども、うん、それはやっぱりそれをなんていうのかな自分自身の経験として確かめたいみたいなのがあって、うん、例えば狩りをした時に例えば生命は循環するっていうのって当たり前の事実としてあるわけじゃないですか、うん、で生もないし死もない自然の中においては生もないし生とか死とかっていうのは別に自然の中でなんだろうより生きてることが何ていうのかな価値が高いとかっていうんじゃなくて生としては循環してるから、まあ、一つの輪っかとしてもあるわけじゃないですか、うん、それって何ていうのかな知識としては当然知っててまあ、例えばそこれ星野さんの、うん、本だったら「ナヌークの国」うんまあアザラシ私たちはアザラシと食べアザラシは魚たちを追い魚たちは海の中の小さな生き物を口に含む生まれて変わっていく命たち、まあ、こういうふうに生命は循環すると、うん、でそれってまあ僕なんかも当然まあ知識としては知ってるんだけれども、うん、自分の経験としてああそういうことなんだって思う時やっぱあるわけですよ、うん、で例えば鹿を飼ってる時に鹿がやっぱ最初取れないわけですよね、エゾシカが北海道行って最初の山の中入った時に。で、やっぱり鹿のような存在になんなきゃ取れない、うん。で、どうやったら鹿のような存在になれるのか。で、やっぱ自分を消さなくちゃいけないんですよ。殺気を消すとか、自分をなんか空気みたいにして、森の中で不自然な存在、じゃなくする、するわけです、うん。しようとするわけですよね。うん、だからまあ、鹿みたいな歩き方をして、トコ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 、ゆっくり近づいてって、そうすると、初めて鹿に気づかれずに近づいて取れた時があったんですよ。うん、要するに森の一部と化すってことですね。うん、で、その時に、あ
森の一部として俺は山から祝福されたんだと思ったんですよ。うん、でも山から祝福されて、そしたら鹿が死ぬ、うん、自分が祝福されたって生きることができる、狩りをするってことは生きることができる、それは山からの祝福だと思う。だけどその代わりになぜ鹿は死ななくちゃいけないんだろう、うん、すごく残酷な結果が待ってるって鹿にとっては、うん、これはなんかどういうことなんだろうってなんかしばらく考えてて、うん、ふとあそうかと思った。それは人間の価値観の中で生きることが、まあ、ある種の肯定的なものであって、うん、死がネガティブなものっていう人間の価値観で考えてるからそれは解決できない矛盾としてあるんだって、うん、自然の中では生も死もないから、うん、自分が生きることと鹿が死ぬことは全く等しいものとして等量のものとして存在するだけなんじゃないかって初めて気づいたんですよ、うんうん、だそういうなんか自分の経験としてすごく腑に落ちる瞬間っていうのがすごくあって、うんうん、そういうものをなんか探してるっていうのはなんかあるような気がしますよね、うん、なんかそこの好奇心なのかそれが多分際立ってるんだと思うんですよね、なんか、うん、それをで一つ一つのなんか言葉みたいなのの裏にあるものすごく広い背後にあるすごい広いも深くて広いものを自分で経験した上でそれをその言葉を知りたいみたいなのはあるかもしれないですよね、うんうんうん、でそれは何か世界を知るっていうことでもあるし、言葉の一つのその裏側の背後を知るってことが実は世界を知るっていうことだし、それを世界を知るために行動するっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、この狩りと漂白、僕もあの狩猟はするんで。あ、そうなんですか。はい、もともとだから狩猟を経験したいっていうのでアラスカに2年半ぐらいいたんですよ、はい、で僕はどちらかというとアラスカやエスキモーの人たちのクジラ漁、アザラシ漁参加させてもらってて、だから今香川田さんおっしゃったように狩猟経験すると生命として対等であるっていうか、うん、なんかそれがやっぱり全然その山登りとかいろんな自然との関わり方あると思うんですけど、うん、狩猟ってやっぱそこがまあ、独特っていうかすごくこう感じさせるし、それがこう分かる、うん、自分でこう殺して、うん、殺したものをこうあったかいうちにさばいてそれを食べることのこう悲しみと、うん、でもむちゃくちゃ食べると元気が湧いてくるみたいな、うん、なんかあの経験は別に狩猟をなりわいにしなくても、うん、10代なのか20代なのか結構早い間に経験しておく、現場を見ておくと、うん、まあ、生と死の考え方もそうだし、その自分が生きてることのこう背筋が伸びるっていうのか、うん、なんかそれは結構大事な経験なので早めにやっぱ体験するのがいいだろうし、もう僕も子供が大きくなったら、うん、あの一緒に体験したいなと思ってます。すごくこう、あ、素敵だなと思ったのが、最後は熊か何かに殺されて死ぬのが釣り合いが取れていいと思うって書かれていて、いや、それ何の本ですか。これ、狩りと漂白、いつ書いたんだ、2022って書いてあるんですね、出版までさ。そうすると、そうですね、ちょうど、あ、確かちょうどその時に、あ、俺この熊に殺されるんだって思った瞬間があったんですよ。あのブリーンランドでですか。はい、あ、へー、もう気づいたら目の前にいて、うん、寝てる間にテントの近くに来て犬が突然ワーワーワーって吠え出して、あ、来たと思ってテントの入り口パッと開けたらもうほんとそこにいるんですよ。うん、シューシュー言いながらふわーふわーとか言って言いながらこっち近づいてくるんですよ。でも焦ってやべえと思ってライフルをすぐそこに置いてるから、あのライフルの弾薬室にバッと込めようとしたら詰まっちゃって、うん、焦ったんですよ。だから目の前にいるからガッ詰まって、あれ入んね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 みたいになってて、やべやべ
だって入んない、ガチャガチャ、あ抜けねえし、あれどうしようと思ってパッて見たら、なんかふっと目があって、向こうがこう動き止めて、シューシューとかって言いながら目があったんですよ、数秒間で。ああ俺こいつに殺されるんだと思って、なんかでもそれもいいかもなってちょっと思ったんですよね、うんうん、それもなんかありかなとかって思って、うんうん、あ全然怖くなかったんですよ、うん、それはやっぱ狩猟を経験してかしたからそう思えたってことなんですか。まあそうですね、だからまあ、うん、狩猟ってやっぱりなんだかんだ言って動物を殺す、自分の手で殺す行為ですから、はい、そのやっぱり殺す気持ち悪さみたいな当然あって、うん、殺す以上はやっぱり自分も殺される立場に身を置かないと不公平だってやっぱ思うんですよね、うんうん、でやっぱり殺される危険を担保したいって、なんか変な気持ちになりながらやっぱ旅をしてて、でまあ犬ぞりって危険なんですよやっぱり、うん、特に、まあ、当時は技術が伝わなかったんで、いつ犬が暴走するかの、さっきの話みたいに、うん、犬が走ってどっか行っちゃうっていう危険もあるし、思った通りのところをどうしてもこう行ってくれなくて例えば乱標でごちゃごちゃしてるところでこっちに行かせるつもりが犬はこっち行っちゃったりして、ソリが横転してひっくり返ったりとか、それで怪我したりとかっていうリスクもすごくあるし、うん、やっぱり自分のペースでできないし、犬の動きと自分が想像している動きが違うことがすごくあるんで、怪我して骨折したりだとかっていうリスクってすごくあるんですよね、うん、だからそういう犬ぞり自身のリスクもやっぱりなんだろう、そういうリスクを受け入れながら旅しないと、なんか野生動物殺すっていうのがちょっとなんだろう、不公平だなっていうか、うん、いろんなリスクを背負った上でこう狩りをしたい、うん、できればね、うん、だからなるべくこう衛星電話とかも持たずに、なんだろう、やっぱり人間の文明の世界に片足突っ込みながら旅するんじゃなくて、うん、野生動物殺す以上は野生動物対等の地平に身を置いて、うん、その上で狩りしないとおかしいだろうっていうので、やっぱり電話を持っていかないとかね、うんうん、だそういうふうに思ってたんで、やっぱりシロクマがやっぱり一番殺されるリスク、あのシロクマですから、うん、なんだかんだ言って、あこいつに殺されるんだ、うん、っていうのはその時はなんとなく受け入れてたかな、うん、ちょっと受け入れてたんだと思うんですよね、うん、ああ殺されるんだ、でも殺されるわけにいかないから、うん、パーってやべやべやべって言いながら鉄砲抱えてガチャ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 って、まあ、最後一バンって入って、まあ、それもバンって撃ち殺したんですよ、その時は。撃ったんですね、うん、それもね、たまたま頭に入ったから良かったんですけどね、たまたまっていうか頭狙ったんですけど、はい、頭やっぱり弾き返すこともあるんで、うん、クマ、ヒグマの漁師とか言うじゃないですか、はい、頭狙っちゃダメだと、はい、首とか心臓狙いとか、うん、肩狙いとかね、うん、本当あるんですよ、うん、でその時は本当にこんなちっこい球で、22口径の22のあと22250っていう球なんですけど、あのたまたま一発ガチャって最後入って、その一発しかなかったから入ったの、うん、あれ弾いてたらどうなったんだろうなと思ってね思いますよ今、うんうん、その経験をされて今の文章を書かれた、そうですね、あ、うん、じゃあもうそれも実体験の果ての文章なんですね、多分その経験の結構すぐ直後で、うん、あなんか熊に殺されても熊に殺されるぐらいがちょうどいいのかなとかってすごく考えてた時期だと思いますね、うんうん、今殺されたくないいやいや、わかりました、ありがとうございます。もう一個お聞きしたいのが、あの冒険探検は、はい、まあ、システムの外に出る行為だっていう、はいはいはい、ふうに書かれていて、で僕もそれは本当にその通りだと思ってますと、うん、ただあのこれ表現の仕方も通ずるところあると思うんですけど、やっぱ今ってそのシステムの外に出て、システムの外側からこう何かを書いたり何かを表現したりとかっていうだけじゃなくて、はい、むしろ
それシステムの外に一回出るんだけれども、出た後システムの中にまた戻っていって、うん、システムの中側から変えていかないと、うん、社会は多分変わらないし、うん、強い表現ってできないんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうん、で僕はあの自分もそのアラスカにいる時に、自分アラスカいたのは2006年とか7年とかだったんですけど、はい、すごいその時迷ったんですね。アラスカに居続けて、うん、自分の写真とか自分の表現をやるのがいいのか、うん、そのまあそこが結構分岐だったんですよ。で星野さんとか、まあ、上村さんの時、海子さんでもいいですけど、こうあの時代だったら日本から、まあ、アラスカでもそのモンゴルでもあの極地どこでもいいんですけど、それをこう日本から来た人間としてその場所を表現し、あるいはそこを取材し、うん、日本の人に届けるってすごく意味のある行為で、表現として成り立ってたと思うんですけど、はい、僕がもう行ってた2006年とか2007年って、インターネットももう全然通じていれば、うん、もうカメラもみんな持ってる。うん、スマホも、あの、その当時はなかったけど、デジカメはもう持ってて。うん、で自分たちが、だからイヌイットの人たちも、自分たちの言葉で自分たちの暮らしとかを表現する方がよっぽどなんか伝わるし、なんかわざわざ僕がそこ行ってクジラ漁とかザラシ漁取る意味ってあんのかなってすごい悩んだんです。で僕のまあこれ本当仮説なんですけど、でもう一個思い浮かんだのが、星野さんがもし今生きてたら、そのアラスカに拠点を置くっていうのは変えてなかったと思うんですけど、アラスカに居続けたかなっていうのをすごくこうずっと問いとしてこう上がってきて、まあ、あの星野さん亡くなる直前までこうベーリンジア渡って、モンゴロイドの旅路をこう逆からたどるみたいな、渡りガラスの島までっていう風にして、こう結構そのアジアとか日本みたいなのにこう繋げようとしてたんじゃないかなっていうのが晩年のお仕事だと思っていて、つまり何が言いたいかっていうと、足元を掘るとか足元を見るとか、あるいは内面をちゃんと見る、それはさっきのシステムの外側に出て表現するっていうのは、システムの中側に入ってそこから何かを表現したり、そのシステムの中側を変えるっていう時代にどんどん入ってるんじゃないかなってその時思って、やっぱりまあいろいろしがらみもあるけれども、僕は今の時代であれば自分の馴染みのある場所に戻って、うん、あの表現行為とか仕事をする方があの純度が落ちないんじゃないかなって思ったんですね、うん、まあ、それはなぜそう思ったかっていうのは、もう一個はやっぱイヌイットの人たちの暮らしを垣間見させた時に、お前はどうなんだみたいな問いがすごい言われたわけじゃないんですけど、うんうん、そのネイティブって別にネイティブインディアンとか先住民だけがネイティブなんじゃなくて、自分たち別に日本に住んでようが沖縄にいようが北海道にいようが、ネイティブの感覚で生きるっていうことを自分もやらないとダメだなみたいなのを一緒に過ごしながら思ったんですよね。だからあの日本、まあ自分はやっぱ日本で生まれて日本語って言葉で話してるし、でも逆にあんまり自分の、まあ、今九州ですけど九州のことも知らないしっていう問いがすごい降りかかってきて、なので今こうこの場所でその自分のいる場所で横の移動っていうよりは縦にこう掘る旅の方がすごい冒険的だなと思ってて、なんか角畑さんがこうシステムの外に出た後でもこう日本に戻ってきてまた生活っていうのでシステムの中側も体験されるわけじゃないですか、なんかそこら辺のこう変化とか考えで何か変わったところ、あるいは変わってないところがあればお聞きしたいなと思ったんでしょう。いやそれはすごく思いますね、僕もね。そのやっぱり毎年もう10年ぐらいシオラパルク行って、で半年過ごしてるって言ってもやっぱりよそ者だから、そこで骨をうずめるわけじゃないんですよね、うん、だからそこで
どうしてもやっぱ地元の人とのこうなんだろう差がやっぱりあって、うん、彼らのことすごくリスペクトしてるし彼らのようになりたいって思って犬釣りやったりしてるわけですけど慣れないのはやっぱりそこに住んでないからですよね、うん、だからそのなんて辛さっていうか、うん、不完全さですよね、うん、まあ、できれば移住したいけれども現実として日本に家族がいる以上できない、うん、だからいつかは日本に帰んなきゃいけないと思いつつもその向こうで旅をしてる半分生活みたいな旅をしてるっていう、うん、なんかそのある意味で中途半端な状態だから多分それをやっぱり解消したいしゆくゆくは生活そのものをやりたいから結局そのやるとしたら自分の生まれ育ったね場所でやりたいっていうのはやっぱりありますよね、うん、でそれを例えばその何かを変えたいとかっていう日本社会にそれを持ち込んでその自分が率先して何か変えたいっていうよりも自分がその北海道だな北海道に戻って、うん、その新しいことやりたいっていう気持ちはすごくありますよね、うん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 、で最後はやっぱり今だからその家族がいますから家族は別に犬ぞりやりたいわけじゃないから、はい、で北海道別に行きたいわけでもないしそれがすごくずっとね何でも揉めてきたんですけど、うん、どうするかっていうの、うん、まあ、多分まあ犬なんとか向こうから連れてきてで北海道に連れてきてその繁殖させてね、うん、で自分がその向こうのグリーンランドで培った技術使って北海道で犬ぞりをやりながらその狩猟をしてでそれでまあその自給自足どこまでできるかわかんないですけど、うん、まあそういう生活したいなとは思ってますけどね、うんうん、でなんか理想を言えば犬ぞり文化みたいなのをなんだろうレースの犬ぞりじゃなくて生活の犬ぞりみたいなのを、うん、学校に犬ぞりで通うそ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 うできれば面白いだろうなと思いますよ、ね、うんうん、北海道犬ぞり協会みたいな作った、はいはい、犬ぞりって面白いのはカラフトアイヌまではやったんですよ、うん、極北狩猟民ずっとねグリーンランドからそのそれこそほらあっちのロシアの熟知族とかずっとやってるじゃないですか、はい、でアイヌもカラフトアイヌは昔犬ぞりやってて、うん、でも北海道アイヌはやってないんですよね、うん、だからそれまあなんかどういう地形的な問題なのかなぜかよくわかんないけど地球犬の種類なんですかね。いや犬の種類昔はカラフト犬がいたからできるはずなんですけど、はい、やってなかった、うん、だからこのなんだろう人類史の中で犬ぞりって移動手段としてやっぱりすごく優れてますから、うん、それをまあ北海道で切れてるんですよね、うんうん、だそれを僕が北海道に広めたら、うん、人類史を変える犬ぞりの難言を広げるわけですね。まあそれまあ冗談だけどね一緒にやってくれる人なんかね出てきたら面白いかなとは思いますよね、うんうん、面白いありがとうございます。ちょっと最後お聞きして終わります、はい、僕角畑さんのこう書かれたものの中でその衝動に対してのこう考え方がやっぱすごく素敵で思いつくっていうことがいかにその人の人生そのものかっていうのをこう至るところでこう文章として書かれていて、で僕は本当その通りだなって思ってるんですね、はい、つまりみんな思いついたり、うん、その人がこう心ときめいたり、うん、いいなって思うのって、うん、そんなに浅く考えちゃやっぱダメだなと思ってて、うん、なぜそれにときめくかとか、うん、思いつくか、うん、衝動が生まれるかっていうのを
やっぱりこう考えると、角幡さんがおっしゃるように、その人の人生そのものがそこに表出してるっていうふうにこう書かれてあるのを見て、僕もやっぱもっと自分の命のワクワクとかいいなって思うものに関してはもっと自信持つっていうのが大事にしないとなってすごく思わされる素敵な文章に出会わせてもらったと思ってるんですけど、なんか角幡さんのその衝動思いつきっていう、なんかそこをどう捉え今どう考えてるのかをお聞きしたいなと思ってるんですけど、ね、やっぱりなんだろう、ふとした拍子に出てくるもんじゃないですか、うん、衝動って、うん、何かのその出来事だとか出会いですよね。それでまあ人との出会いでもいいし、うん、まあ本での本との出会いでもいいですし、うん、たまたま手に取った何か本だったり、うん、たまたまそこで出会った人ですよね、うん、なんだろう、僕はやっぱりすごく偶然性っていうのがすごく大事なんだろうなと思ってて、うん、偶然ってもう自分ではもう制御できない、こういう偶然欲しいとかって思っても偶然ね、うん、起きるわけじゃないですから、もう本当にどうなるか分かんないところに身を投じるってことなんだけど、でも偶然性こそがやっぱり人を作ると思うんですよね、うん、で偶然って僕の言い方だと、その時その場でたまたま起きたことですから、うん、その時その場にいたのは世界で自分しかいない、うん、だから自分の固有の出来事ですよね、うん、世界で自分にしか起きない固有の出来事が偶然だと、うん、だその偶然をやっぱり大事にしていくことが、なんだろう、自分その人生が、なんだろう、固有的になるというかね、うん、道だと思うんですよね。だから今はすごく、なんだろう、先を読んで情報で固めて合理的にやっぱり考えていくっていうのが大事だっていう考え方じゃないですか、はい、でも自然の中に行ったりだとか、それこそ生きていく上でそんなことはないわけですよ、うん、やっぱり偶然あった何かとがすごく重要だったり、それはもう効率性とか合理性ではやっぱり読めない、うんうん、だから不確定な状況の中でやっぱり人は生きてるし、うん、僕はそれ一番感じたのは結婚したことなんですね、やっぱり、ね、はい、結婚って理屈で考えたら全く割に合わないわけですよ、うん、どこの馬の骨とも分かんない人と24時間顔を付き合わせて、うん、一生過ごそうなんていうのは理屈で考えたらもう狂気の沙汰としか言えないわけですよね、はい、だけどみんな結婚する人やっぱね、まあ少なくなってきたとはいえ結婚する人はあるするわけですよ。でそれなんで結婚するのかって言ったら、もう理屈で割に合わない、なんだろう、二人の関係性の中で何かが起き、自分の意思を超えて何かが起きてるからだと思うし、うん、生きるってやっぱりそういうことだと思うんですよ、うん、出会いの中で自分がこう自分の意思と意思を超えて何か自分の運命がこう放り出されてしまって、うん、その中で生きていかざるを得ない、うんうん、っていうことだと思うから、それはやっぱり大事にしていきたいというか、そういうふうになったのって自分のそれまでの生き方だと か過去だとか、それこそそれまでの偶然の積み重ねがあって起きたことだから、うん、その生き方、そういう偶然の中に身を投じられてしまった責任があると思うんですよ、うん、自分に対して。それはやっぱり思いついたらやる、衝動が起きたらそれをやる、うん、思いついたらなんかそれは自分が今まで生きてきた履歴が、経歴とかね、その道筋があったからそういう衝動が思いつくわけだから、うん、それをやっていくことによって何か人間的に完成していくんじゃないかなっていうのがまあ僕の考え方です。だけど、なかなか全部はできないですよね、それね、うん、でやっぱりカナダに移住したいなって何年か前に思った時があって、はい、それ犬ぞりの問題で、でそれカナダ移住したいって思ったから、でそれは僕のその時の思いつきなんですよ。犬ぞりをやってるとかね、北極圏にすごく関わってるとか、だけど踏み切れなかったなって思いますよね、うん、だから全部なかなかできないなと思うけれどもなるべくそういうのを思いついたってことはやっぱり
自分の生き方を肯定することにもなるから、うん、っていうのはまあずっと、うん、まあ、結婚してからですけどね、結婚してからそういうことをすごく考えるようになりましたよね、うんうん、自分の中で結婚っていうのはめちゃくちゃ大きな出来事で、うん、あ、なんだ、冒険するのも同じだなとか、うん、やっぱりあ、なんか思いついて、今までそういえばいろんなこと思いついてそれに飲み込まれるような感じで生きてきたけど、結婚がなんかそのなんだろう、仕組みみたいなのに気づかせてくれたっていう意味では、なんかすごく大きかったなと思いますよね、うんうん、でそういう話を、ね、妻にすると、うん、何さとかって言われてまあまあ、まあ、奥さん怒るでしょう、 そうそうそう、そんな理由は聞きたくないとかって言うんで愛し合った結果だと。いやいや、でも本当そうですよね、偶然への応答みたいなところですよね。だからなんか僕は2つの生き方あると思っていて、うん、その大きく言うとですね、つまり大谷翔平くんとか藤井聡太くんみたいに、小さい頃にもうある程度自分が好きなこととかが見つかって、将棋とか野球とか、要は野球選手になりたい、将棋のプロになりたいっていうので突き詰めるっていう生き方も一方である方と思うんですけど、どっちかっていうと多くの人の人生や生き方って、まあ、セロ引きの豪手みたいに、うん、出会うものに一つ一つ自分なりに応答してたり、うん、まあ、時には反発もあってこう対応してたら、いつの間にかなんか自分の人生がこう、うん、出来上がってたっていうか面白いものになってた、うん、だけど豪手になれるかなれないかは、やってくるものに対してどう応答するか、また来るからいいやって捉えるのか、うん、これは必然だからそれに対してどう誠実に対応するかみたいな、うん、その一回の出会いとか偶然性に対しての応答をすごい手抜くと、なんかどん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 なんか、まあ性が減退していくっていうのか、うん、自分の固有性が薄まっていくなって思っていて、うん、まあ、冒険もその偶然性っていうのはやっぱ大事だと思うんですけど、別に冒険に限らず日々の暮らし生き方も全く同じだなって思うんですよね、うんうん、子供ができて結構なんかこの子は僕の子供に生まれたことをどう思ってんのかなとかって考えますよね、はい、やっぱり最大の偶然性は出自だとか出生にやっぱりあるから、はい、ね、最近親ガチャとかって言葉もありますけど、うん、お前親ガチャどうなんだとかって聞きますよ、まあ、普通とかって言いますけどね普通っていうんですね、うん、だから僕のこの間も沢登り連れてきましたけど、娘を、子供は別に山なんかやっぱり登りたいと思ってないですからね、うん、で自分は親はやっぱり自分のね、フィールドっていうか自分がやってることを子供にも体験してもらいたいなってどうしても思うから連れてくんだけど、こういうところに連れてかれる子供ってどう思ってるのかなとか、うん、でもこういう経験をさせることによって今はなんか疲れるから嫌だとかって思うけど、それがこう心のどっかに引っかかって何かね、彼女なりの道筋が何かできるかもしれないし、うんうん、だからどこで何かあるか分かんないですか、うんうん、でもう一個、その角田さんの思いつくとか衝動を読んで自分なりに解釈したのは、もうちょっと拡張できるんじゃないかな、広く捉えてもいいんじゃないかなと思っていて、どういうことかっていうと、自分がそれを思いつくっていうのは、うん、自分個人の人生とか人生史ってだけじゃなくて、うん、3世代ぐらいかかってるんじゃないかとか、ものすごい土地の影響とか周りの影響を受けてそう思うようになってしまっているっていうところまで、うんうん、衝動や思いつきっていうのは、うん、含んでるんじゃないかなって思ったんですよね、うんうん、それなぜそう思うようになったかっていうと、ある NHK かなんかの番組で、はい、宗教2世の女性の人が自分の意思で21、2ぐらいの時に脱退をして、うん、今まで生まれてからずっとその宗教の信仰宗教の中で育ってきたんだけれども、うん、
その初めて外に出て、で恋愛をし結婚をし子育てをするっていうのをこうドキュメンタリーでこう追ってたんですよ、うん、その時に結構僕はハッとさせられたのが、自分はずっとその信仰宗教の中で社会性とかこう友達付き合いとかやってきて、はい、でも外に出た時にどうやって人と付き合っていいのか、あるいは自分の子供ができた時にどうやって愛していいのかがわからないっていうので悩んでるのをこう見た時に、僕らなんかこう普通に愛したりとか、あるいは挨拶できたりとか、うん、なんかできてるけど、それって多分3世代なのか2世代なのか、うん、ものすごいこう時間がかかって自分がそう思うようになってるんだなって思って、うん、なんか自分ができてる、要は才能とかそのできてるっていうのは本当に個人に属してる部分も、もちろんありますけど、うん、それだけじゃないなと思ったんですよね、うん、前にあの沖縄の伊良部島っていうところのマグロ漁師の本を書いたことあるんですよ。でその漁師さんは漁の間に船が沈没してライフラフトで漂流して助かって、でまたマグロ漁師始めて、でまた漂流してどっか行っちゃった人なんですよね、うん、でそれにその人の追っていくうちに、その皿浜っていう漁村の出身の方で、まあ、その皿浜の漁師文化に僕はすごく惹かれて、うん、取材した時期があったんですけど、まあ、彼らなんかはもうその土地の DNA みたいなのがもう人間の個人の神経細胞にまで染み付いてるような感覚、うん、感じがあって、なんだろう、もう古い人なんかの話聞くと、もうね、海に対しての恨みつらみを述べるんですよね、うん、もう海なんかもう辛いだけだとかって言いつつも海の中でしか生きていけないっていう、なんだろう、サラハマ民族みたいな、うん、まあ、池間民族っていう風に、池間島っていうところと同じ文化圏なんで池間民族とかっていうのも言われるんですけど、ああいうなんか土地に縛られてる人の、なんだろう、ある意味で強さっていうか、うん、僕なんか北海道出身なんで、やっぱ北海道ってカラッとしてるんですよ、どっかね、うんうん、で土俗的なものがすごく少なくて、まあ本当はアイヌの文化があるはずなんだけど、そこに上塗りして、うん、日本国家が、ね、うん、植民しちゃってますから、僕なんかが育ったところでは見えないわけですよ、もうなんか、なんだろう、土俗的な世界がね、うんうん、だからある意味でアメリカみたいなものですから、うん、すごく歴史性が浅いってかん、ちっちゃい頃から感じてて、なんか土地が人間を形作るみたいなのを感じなかったんですよ、うん、そのやっぱサラハマの人たち取材した時は、やっぱなんですものすごい土俗的な中で生きてる人たちって、うん、自分にはないなんだろう生き方まで縛られちゃってるんだけれども、なんかねすごくこれがなんか人間のなんかもう生き方の資源なんじゃないかなとかっての感じで、うん、憧れじゃないけどなんかちょっとなんかいいなっていうか、うん、すごくなんだろう、ある意味でね、自分にはない世界を生きてるから、うん、ちょっと私もすごいなと思いましたよね、うんうん、でもそれしかそこでしか生きていくことができないんだっていう、なんか開き直りみたいな強さっていうか、うんうんうん、なんか土地の中で人間ってやっぱ土地の中でしか生きられないっていうのをすごく強く意識したのはそれ以来からかもしれないですよね、うん、その時に何年です、2000何年関わったその何歳ぐらいの30代後半ですよね、30代後半、うん、37、80かな、うん、2年ぐらい何回か通って取材したんですけど、うんうん、極夜行の前だから30代後半ですよね、うん、結婚する、あ、してました、あ、してた、だから妊娠した奥さん連れて一緒に取材したりとか、うん、で生まれた後も一回行ったし、うんうん、今はすっごいリゾート地になっちゃって、うん、宮古島と橋つながって、あ、はい、あの島なんですね、もうだから
お前今のうち土地買っといた方がいいよとかって言われてもうすごい値上がりするよって言われて買っとけよかったなと思いますよビルバンバン建ってて、わかりました、ありがとうございます。今さっきあの衝動の話が出てきて、衝動起きたらまあそれをやる、それがまあ生きた履歴になるというふうにおっしゃってます。で結果的にその人間的に完成していくのではっていうふうにおっしゃってたんですけど、その人間的な完成っていう部分はなんかこうどこをこうなんか具体的にはなんかどういうこうことになるんですか。いやわかんないけどなんですかね、やっぱりその僕の感覚としてはそのなんだろう、例えば なんていうんですかね、外側の価値観で自分を作り上げていくとやっぱり最後どっか虚しくなるんじゃないかって気がするんですよ。だ例えばよく問われるのはそれやって何の意味があるのってことですよね。でいや意味なんかねえよって思うんだけど全くないですよ。でも世の中の一般的な人は例えば意味ってそのなんだろう、自分の内側で形作られていくもんじゃなくて外側の社会が作っていくもんだったりすると思うんですよ。例えばエベレストに登ったら割と意味分かりやすいっていうのは、うん、世界で一番高い山だからですよね。で、あなんかそんなことやっても大変だね、でもエベレスト登るんだって言ったらわーすごいってみんな言うだろうし、それは世界で一番高い山だから。でもそれは自分自身から作り上げてこられた意味じゃなくて、もともとそこにある世界で一番高い山って自分の外側にある意味ですよね。でもそれにでも山登りってそうじゃない、うん、山登りって最初に奥多摩の小さな山から登り始めて、じゃあ一つ一つそれぞれの人がステップ踏んでって次ここ登りたい次ここに登りたいってどん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 こうなんだろう、自分の目標が見えてって、でも他の人にとってはそんなとこに登りたくないっていう山でも自分の中から出てきた山だから登りたくてしょうがないっていうのが山登りだと思うんですよね。で僕はそれ自分の山ってよくガイドの人なんかは仕事で山行くけど自分の山登れてないとかって言うわけですよ。で自分の山ってすごくいい言葉だなと思って、やっぱり山登りって外側のエベレストみたいな山に登るんじゃなくて自分の中から生み出されていく自分の山を登る行為だと思うんですよね、うん、だから山登りってそれぞれのレベルに見合った自分の山を登ってるっていう意味で、やっぱりみんなそれぞれ価値等しいものだと思うし、でそこが山登りのいいとこだと思うんですよ、うん、それは自分の内側から立ち上ってくるものに従って目標が出来上がってきてそれにを目指すっていうことですよね。だからそれは外側の意味に従って自分を作っていくんじゃなくて、でなんか最後はもしかしたらめちゃくちゃ不合理になる可能性がありますよ。でアンデスの氷壁登るとかヒマラヤの 7000m の壁に取り付いて死ぬかもしれないって、まあ、実際死ぬ人いっぱいいるし、でそれやらない人から見たらなんでそんなことするのって、そんなことして何の意味あるのってなっちゃうけど、その人にとってはそこにこそ生きる全てがあるわけですよね、うん、だそれはわけわかんないかもしれないし、外側からしたら無意味であるかもしれないけど、でも本人にとってはすごく崇高なもの、価値がある、うん、でそれがそういうのが多分僕にとって生きるってそういうことだと思うし、意味とは関係のない全く不合理で無意味なことかもしれないけれども、生きることって意味じゃ捉えきれないところにあるとは思うんですよね、うん、だからそれか、まあ、人間的な感性っていうとなんかちょっと堅苦しい言い方になるけれども、それぞれのそういう道を歩んでいくことがやっぱり生きるってことなんじゃないかなっていうことですよね、うんうん、角畑さんから逆に聞きたいこととか、なんか質問とか気になることとかあります？ GPS 広めてんじゃねーよ。ヤマップさんがねそこすごい行きました。ヤマップさんが目指すものってのは何なのかなと
か、はい、そのよくその、はい、多分山に登る、なんていうんですか、山に登ってく間口を広げるっていうかね、うん、どん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 こう山に参入しやすくなるわけですよね、はい、その今やってるような、うん、でそこでこうどういう何かこう社会的にこう、こういうふうに変えていきたいとか、なんだろう、こういう考えを広めたいとか、なんかそういう理念的なものって最終的にどういうところですか？あ、もうそれは創業の頃から全く変わってなくて、うん、僕はあの 3.11 で起業してるんですね、だから 3.11 なかったら多分写真でそのまま仕事していこうって思ったと思うんです、うんうん、あのやっぱり未だにショックで整理ついてないのは、うん、やっぱ原発事故、うん、1945年に2回も人類で初めて原爆を落とされたこの場所で、うん、66年後、今度は自分たちが作った仕組みで被爆をして、故郷を離れざるを得ない人たちがいるって、僕まさか自分が生きてる間に、チェルノブイリのようなああいう原発事故を自分と馴染みのある土地や風土で経験するみたいなことって全く想像してなかったんですよ。でもあの、起きてしまったことは変えられないので、どうしたらいいか、その写真っていう表現だと社会に与えるインパクトがちっちゃいかもしれないっていうのと、あと自分の生き方としてああいう、まあ、震災原発事故を踏まえて自分はこういう生き方したとか、あの経験踏まえてこういうことしたっていうふうに言えないと、なんか子供に対して、その子供っていうのは自分のっていうよりは次世代、次々世代に対してなんか恥ずかしいなと思ったんですね、うん、なので授業でインパクトを出したい、で何ができない、何かできないかな、何かできないかなってこう考えていて、うん、でなぜああいう原発事故が起きてしまったかっていうのを突き詰めると、僕はその自然から離れた、あるいは土地から離れた結果があの原発事故のその分かりやすい例だと思ったんですね、うん、つまり自分たちの暮らしにとって一番大事な食とかエネルギーとか、うん、そのあとは生命にとって大事な教育とか介護とか、うん、まあ、そういうのを全部人任せにしてきたりだとか、うん、あるいは中央が地方を、だから東京の電力作るために福島はあれあったはずで、でも福島は傷ついて放射能にまみれたけど、東京は全く、うん、まあ、びくともせず今平然としてるっていう、だからあの構図もやっぱおかしいなと思ったんですね。だからもっとその自分の命と風土とか自然っていうのがつながってるっていうこの感覚が立ち上がってくれば、もうちょっとマシな社会っていうか、エネルギーどうするとか、教育どうするとか、あるいは自治をどうするとかっていうのも話しやすくなるはずなのに、みんな、まあ一次産業も従事してる人が、その当時で300万切ってたっていうから、自然経験とか自然とのつながりがないんで、そういう議論が起きにくいし、そういうことを言っても共感する人が少ないんだなと思ったんですね。なので、まあ僕自身、20歳から登山をやってて、その登山アウトドアっていうのは僕はレジャーっていうよりは、その今都市化が進んでるから、その都市化社会においては自然とのつながりを取り戻す、あるいは自分も生き物であるっていう感覚を取り戻す分野としてむちゃくちゃ可能性あるなと思ったんで、登山アウトドアで事業をやるのは面白いかもしれないっていうのと、山歩いてる時にスマホが登山 GPS として使えるっていう仕組み思いついて、で思いついた時もそれこそあの雷というか電撃に打たれたような感覚になって、そこから狂ったように山アップやるようになったんですよね。だからあの角畑さんでおっしゃること僕全く共感をしていて、僕もあの携帯とか持つ方じゃなかったんですよ、でスマートフォンも GPS がついてなかったら多分僕持ってないと思う、まあ、テクノロジー別にその万歳っていう主義じゃないんですね、むしろ自分の身体とか感性で位置が分かるんだったら山登りに GPS はいらないって思ってるから、
その感覚とかその意見はもう全然よくわかりますと。だけどこう目指してるのが、僕らそのこの登山人口のこの人たちにこうサービスを届けるっていうよりは、行ってない人たちにこう山とのつながりとか、あるいは山を登るって言っても富士山登るとかエベレスト登るとかそういうことじゃなくて、今あなたが住んでいるこの地域から見える山に登って、そこから自分が住んでる町を見下ろした時に、あの見え方が変わると思うんですよね。立体的に見えるっていうのか、それがそのネイティブ化するっていうのか、自分の命と土地がつながるっていう一つのなんとか回路になると思っていて、この経験を社会に実装したいっていうのが自分たちがやりたいことなので、山に登る人を増やしたい、でそれも地元の山に登る人を増やしたい、で山に登ったことがある人だったら別に山に登らなくても山の時間とか、あるいは山のいた時の感覚感性で今の日々を生きるっていうこともやりやすくなるので、だから普段散歩してても街を歩いてても、あのそういう自然の営みとか季節性に敏感になるって思うんですよね。そういう人を、まあ、増やしたいですし、そういう人たちと次のこう自治とか地域みたいなものを作っていくことができれば、311を経験したっていうことの、まあ辛い経験とかネガティブな経験を少しでも性の方に変えられるんじゃないかって思ってやってるんですよ。なんかコロナの時にバーッと増えたじゃないですか、キャンプする人とか、はいはい、で実際にどうなんですか、まあその自然に入っていく人って増えてるんですかね。実感値は間違いなく増えてると思います。あのレジャー白書のあの登山人口の数って、あれ僕は間違ってるんじゃないかなと思うんですけど、明らかに増えてると思いますね。この間、その白書では減ってるってなってるんですか。白書では減ってるんですよ。白書では年々減ってるってなってて、でも実感値としては、まあ、この間陣馬山山登り行ったらめちゃくちゃ人多くて、で面白いというか全然違うなと思ってるのは、若い人が増えたっていうのも、それはありますよね。全然違う、この10年前と今では全然違うなって思うんですね。なんかブームっていうよりは新しい山の楽しみ方がすごく広がってるんだけれども、登山業界自体は全く変わってない、自分たちのスタイルを維持してるから、登山業界が描いている登山のイメージと今の現場での山の楽しみっていうのはむっちゃギャップがあって、でもやっぱ登山業界って原理主義の人たち多いから、こうあらねばならぬみたいな、だそれが悪い方向に働くと、どん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 ニッチ化していくっていうか、その楽しみたいと思って山に入った人たちが楽しめなくなるっていうのはあんまり本望じゃないので、その昔の登山のスタイルとか登山文化はリスペクトして引き継ぎたいって思ってるんですけど、でもそれだけで閉じると楽しみがどんどん薄くなっていくんで、僕らが防波堤になることで山の楽しみを少しずつこう広げる、楽しみ方の多様性を広げるだとか、あるいはその新しく入ってきた人たちに対して、やっぱ山ってスポーツじゃない部分もあるんで、マナーもあればちゃんとこう命に関わるから、あの夕方3時とか4時までには日本の場合は下山しておいた方がいいよとか、まあ僕が登山始めた時に徹底的に叩き込まれてたような、ああいう考え方を、まあ今だとネットでもいいし情報を通じて伝えておくっていうのはやった方がいいかなと思っていて、なので僕らやっぱり裾野を広げるっていうのに自分たちの存在価値はあると思ってるんですよ。なんか僕の感覚からすると結構山があるブームとっていうのはでかかったなっていうのがあって、あれで結構なんかかっこよくなりましたね、登山がね、あと服もかっこよくなりました。あ、そうそうそう、トレイルランドが山があるブームとかって、あれ何年、15年ぐらい前ですかね、池袋の、で、なんか西口かどっかの、コンコースかなんか歩いてる時に前歩いてる女の子が、私も山登り始めよっかな、チャラいからな私とかって言ってるのを聞いてるんです。結構衝撃で、チャラい人がやるのが山登りになったんだっていうのが、はい、あれちょうど山があるブームの頃で、
あの辺りから結構やっぱ若い人が参入してきてかっこいい行為になりましたよね、うんうんうん、その前はねもうなんか暗い顔した吹き溜まりみたいなおっさん連中がタバコ吸いながらそうですね、片隅でなんか俺たちは山行くんだみたいな、うん、悲壮感漂わせて谷川で行きますみたいな、女性が一人でテント担いでとかって僕が始めた2000年とか2001年とか見なかったですもんね、うん、ほぼ、うん、いやだからすごい登山文化変わったなと思うし、やっぱそれはすごくいいことだと思いますよね、うんうんうん、いろんな人が経験して、やっぱ僕も登山をやるようになって学生の時に、それでやっぱりなんだろう、自然保護とかやっぱりね公共事業に対してのなんだろう反発にっていうのが若い頃すごくあったんですよ、うん、要するにダム問題だとか人工河川の問題だとかですけど、うんですね、うん、それやっぱり山登るようになってもうすごくなんかなあの私的な私憤なんだけれども、私憤に過ぎないんだけど、自分が愛してる山がこんなに壊されてるみたいな、うん、すごく私憤ですよね、要するにわがままな怒りなのかもしれないけれども、うん、でも関心を持ってなんかね、怒りを感じるっていう、それそっからあの環境問題だとか、うん、目覚めていくっていうのも当然あるだろうし、そうですね、それ入んないと分かんないですね、そうなんですよ、うん、行為でそこを実感しないと分かんないと思ってて、うん、で日本の場合は自然がやっぱり豊かすぎるところあるから、環境教育では僕、うん、自然守ろうとかって言ってもできないと思うんですよね、うん、ただ山に入ったり自分の身を自然の中に置いたりすると、例えば今もう顕著なのは山に入るともう鹿が多くて、うん、食害がひどくて、うん、でこの間のどこだったかな、土砂災害もあの鹿の食害が原因じゃないかみたいに言われていて、うん、山に入ってると鹿の食害がいかにひどいかとか、うん、今全然森が育ってないっていうことが、うん、いかにやばいか、それが治水とかに土砂崩れとかにもつながってるって、うん、こうパッとイメージできるって、これがむちゃくちゃ重要で、でも山行ってないと鹿の食害ふーんみたいな、うん、だここに結構大きな断絶があるなと思うんですよね、うんうん、なんかやっぱりそういう意味でも経験行為とか、その山に登るってことは山の景色や山の存在が自分の命の中にこうシンクロしてくるっていうのがあるので、うん、そうすると一回行った山が荒れてるとか、うん、ダムで沈むとかなったらやっぱ気になると思うんですよね、うんうん、その感覚を取り戻したり、その感覚をもう一回社会に実装するっていう意味においては、僕山登りはむちゃくちゃ可能性あると思ってるんですよ、うんうん、そういう思いであのずっとやってるっていう感じです。じゃあ最後あの質問して終わります。はい、あのなかなかありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あのヤマップが企業理念として地球とつながる喜びっていうのを掲げていて、でそれはあの登山とか山を歩くっていうのは単にレジャーっていうよりは、まあ、地球とこうつながる一つの行為、うん、はいはい、であと喜びっていうのはその自分の命がこうときめいたり解放された時にこう喜びって感じるものだと思ってて、うん、自然経験のやっぱりあの喜びって僕はかけがえのないものだと思ってるんですね、うん、で角畑さんにとってこう地球とつながるでその時にこう感じた喜びで最たるものとか最たるものこうパッと思い浮かぶエピソードがあればお聞きしたいというのが最後の質問になります。地球とつながる喜び、まさにそのために旅をしてるみたいなところがあって、はい、いや昔はねその生きてる自分を確認したいみたいなのがあって、うん、死を感じるところにみたいなのがありましたけど、今はねやっぱり犬と一緒に全く何もない表現とか旅をしてると、それこそ今僕らが今この日本社会で生活してる、例えば肩書きだったり、うん、なんか、まあ、家族とかもそうかもしれないけれども、いろんな属性があったりとかして暮らしてるんだけれども、
全くそこから解放されて、ただ地球と俺みたいな感じになるんですよ。はい。で、なんかね、やっぱり、ただの存在になるんですよね。うん、ただそこに存在してる状態。うん。うん、もう完全に孤絶して連絡もできません。あの、人間界から500キロ離れて、周りにクマしかいませんみたいな。うん、で、犬と一緒に旅してますってなった時に、もうただのそこに地球に存在してる存在物みたいな感覚になる。うん、あれがやっぱりね、なんか、時空を超越してるっていうか、うん、この現代社会、ね、あるじゃないですか。うん、現代っていう社会と全く無関係に、やっぱり北極の表現、北極の氷の世界っていうのは、何百年何千年と、もちろん変わってはいるけれども、変わってない。うん、地球がそこにある。うん、でも、現代社会とは全く無関係にそこに立った時に、もうこれは、千年前のエスキモがと同じ状態でここに俺は入れてるなみたいな感覚があって、うん、ただの存在としてここにいるみたいな感覚ですよね。うん、地球とつながってるってまさになんかその感覚がやっぱりいいんですよね。うんうん、喜びっていうよりももしかしたら苦しみなのかもしれないけど地球とつながる苦しみつながりすぎた時に地球は苦しいものでしかないでもその感覚がいいんですよね。なんかね、うん、もう存在としてただこの地球上に俺は存在してるなっていうのはあれやっぱり、うん、本当に旅をして北極旅したりとか日高を地図なしで行った時もなんかそういう感覚になりましたよね。うん、あのもう先が全く見えない中で、ね、すげえゴルジュが 入り込んだりした時にもうこの先どうなってるんだろう、山がむき出しになってる、うん、山と一体化しちゃってる感覚ですよね。うんうん、あれは完全に喜びじゃなくて完全に苦しみでしたね、純然だね。いや、面白い。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、長々ありがとうございました。貴重なお話ありがとうございます。